はい、こんにちは、ショジュウです。今日はですね、外がね、雪降ってまして、で急遽、あとオミクロン株の、コロナもありますんで、それでちょっと今、石宮市の方の、カラオケ屋さんに来ています。そうですね、で、まあ、今声したのは、今声して、サポートしているのがトシカ・ヤレラ君ですけど、はい、まあ一応マスクしてやりますんで、でマスクもね、この服に合わせて、この色ね、どうでしょう、クロアチアに見えますか？見えますね。今日は久しぶりにトシ君とカラオケ行ったんで、なんか面白いことやろうかなと思って、これね、えい、初中とトシ君の、懐かしの CM 特集1っていうことで、特選10選やります。はい、パチパチパチ。では後ろの席があるもんで、ちょっと漫才風に立ってやりましょうね。はい、じゃあトシ君先に後ろで。じゃあ僕は右がいい、左がいい、どっちがいい？あ、ここはね、スリッパ履くんだよね。あ、この辺の位置でいいんじゃないですか。はい、まずは何を、CM 特集、まずは鎌倉ハム、ケウイナーです。ケウイナー、わかる？わかるよ。結構有名な、まあまあ、その俳優の おばさんごって、まあ、なんもとか言って、鎌倉さんも、あの、わやしわったわとか言って、ここにあのおかずがわやになっちゃうわとか言って、うめえかな。ていとかわいらんでやって、まあまあまあ、無理やんでや、毎本と今夜のおかずが早くなっちまった、鎌倉さんもいかんわ、おいしいもん。そんな感じかな。最近も全然見なくなってで、鎌倉さんはね、男パターンがあるんですよ。男パターンはね、YouTube とか載ってないです。なんかね、おじさんがね、子供にケイウインナーをどんどん洗って、でそこでの CM、 それは俺全然わかんないもんで、トシ君がちょっとでやってください。じゃあ CM はお子さんが、この方が、もっとケイウインナーを子供にあげたらいいじゃないですかとか言っていて、そしたらおじさんが、うっせえ、綺麗なんだとか言って、で子供がなんかブクブクって太ってくる、そういう絵があって、で撮るんか。これ以上食わしたくねえんだわーとか言う、そういう感じです。それちょっと、ペースを上げましょう。ちょっと、これ1分とかになっとると、10銭だからね。10銭。次はね、グリコのぐんぐんソーセージ。これは早いぞ。せーの、グリコのぐんぐんソーセージ、ぐんぐん。こんなんでな、いいパターンだ。まあ、TikTok みたいな15秒だ。まあ、基本 CM っていうのは15秒だね。なん、はい、次、パート3、石井のハンバーグ。ハンバーグ。チキン。これは、トシ君説明して、また声が通るもんで。あそこ、うん、石井のハンバーグ、最初いいの、ね、あれよ、鶏と豚と牛を追って、一匹ずつ、で粗い声でコーラするやな、コーラするやな、粗い声でコーラするって、粗い声でハンバーグっていう感じで、全然揃ってないもんな。で豚と牛が出るので、その代わりまた鶏が2匹入って、鶏が2匹、それで、のハンバーグって感じです。石井のハンバーグ。この石井もね、なかなかハンバーグないですよね、今ね。ミートボールが人気ある。これは石井や。じゃあどんどんいきますよ。はい、4番目、これは言わせきれた。マジンハンバーグ、簡単だね、これ昔からあるね。テレビでは全然ミンクになったね。はい、やらんね。せーの、マジンハンバーグ。
こんな感じですよ。はい、はい、次行きましょう。どん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 行きましょう。5番ハウスバウンドバレー。あのね、これね、西城秀樹が生きていた時の CM だから、これはあんましたんで、どこ、じゃあ俺が行くわ。ハウスバウンドカレーだよ、リンゴと蜂蜜とろーり溶けてる。ハウスバウンドカレー。前に持ってるじゃん。こんな感じですよね、ハウスバウンドカレー。はい、はい、次、6。今度は、トシ君が中心にやってもらうから、これ。ナチグロはね、ナチグロみんな知っとる。じゃあ、トシ、これは中中。てってってってーん。てれんてれん。ナチグロヘイヘイ、ナチグロどっこいおう、クロアメ、ナチグロ。いや、そういうこと。それなんか黒人の人がなんか、こっさいてナチグロとか言うの。黒人とおばあちゃん。あ、おばあちゃん、ね。おばあちゃんもこうやって踊るんだよ。さあ次いきますよ。7番これ、磯田園のお茶ですね。違う、はい、違うない。まあ2人言えるもんで言った方がいいかもな。んせーの、せーので言える、うん、せーの、殿、殿、このお茶は飲んではなりませぬ。なぜじゃ。じゃあ、やばいな。じゃあ、じゃあ、どうしよう。まだお殿様、うん、おう、磯田園のお茶だな。とのお毒味よって書いてる。おう、おお、とのとの、これは飲んではなりませず。な、えい、ー、なぜじゃ。他のお茶が飲めなくなります。磯田園のお茶って書いてな。結構ね、これなんか癖があるな。はい、次8番の CM です。ねるねるねるね、うん、まあおこそ、うん、駄菓子菓子に入るんだけど、うん、うん、よくあの、うん、日曜日のね、あのプリキュアとかやっと時間に CM に出てますね。はい、製造は今あのクラシエになってるけど、昔はちょっと違う感じ。まずこれはなんか魔女みたいな おばあさんが出ていて、ほんで、で子供の前で見せるんやな。そう、じゃあここはまあクラシエって言ってくるな。あ、クラシエ、グラシエのねるねるねるねは、寝れば寝るほどこうやって色が変わっておいしい。俺あんまり記憶にねえんだけど。よし、ラスに9番。これ関東ビタミンチクは関東の方がこれ有名でしょ。丸太つのビタミンチクワ、これもまあ歌だよね。せーの、チクワチクワビタミンチクワ、母さん早くお願いね、丸太つ丸太つ丸太つのビタミンチクワ、ですね。はい、はい、ラストです。たまに見ますね、これは今でも。浜乙女の海苔の CM ですね。昔データラボッチが田植えを真似て、あの海苔を作ったそうだって言って、でこのまま仕事の中に入っとって、でそこに覗いて、巨人がね、うん、でその後はイヒヒヒヒって終わるな。あれなんか違うな。あれそうだ。昔データラボッチが田植えを真似して海苔を作ったそうな。データラボッチがこうやって。で子供たちが、うん、おじいさん、本当？とか言って。ああ人形劇みたいな。え？はい、どれだけ今回はとし君とちょっとあの、うん、昔の CM10 選をやりました。はい、どれが良かったです。どれがみんな記憶に残ってるかな。てか、うん、どれが良かった、やっぱり鎌倉ハムさんかな。鎌倉ハムさんはね、もうまだ種類あるんだけどさ、
種類めちゃくちゃあるあるよ。としくんがね、YouTube から送ってきたんだけど、カマカマなんですね。じゃあ、うん。あとね、最後に、諸獣の、チャンネル登録、一応今、5チャンネル載せてますんで、よかったら、チャンネル登録お願いします。もう、オミクロン株もあれだな、コロナね。東京でも毎日のように2万人だもんな。最近俺も怖くなってきた。名古屋に行けんような感じだろうな。と、うん、いうことで、また会いましょう、諸獣と。としでした。はい。